ブガッティ18、3の3バンク式、W 型18気筒エンジン W 型18、気筒は、ピストン式内燃機関のシリンダー配列形式の、一つで、W 型エンジンの一種、W18 と略されることもある。通常は、直列6気筒エンジンを60度、内視90度のバンク角度で3列に配置した3、バンク式のレイアウトが採用されることが多い。それゆえに、 他の3バンク式 W 型エンジンと同様に中央のバンクの吸排気系の取り回しが困難となる冷却性の問題があり、これまでに多くのエンジンメーカーや技術者がこのレイアウトに挑戦したものの、その多くが市販にこぎつけることがないまま終わっている。1920年代に EN、イソッタ・フレスキーニーが60度を3バンク式。 W 型18機筒で820馬力のアッソ750エンジンと1100馬力のアッソ1000エンジンを開発。サボヤ・マルケッティ S55 に採用され1933年には空軍大臣イタロ・バルボに率いられた24機の変態でイタリアのオルベテッドからアメリカ合衆国のシカゴまでの飛行を行ったことで知られており、この形式では数少ない成功例の一つでもある。また、 フォルクスワーゲンは自社で保有する強格 V 型エンジンの技術を応用して4バンク式の W 型18気筒の開発にも挑んだことがある。このエンジンは強格 V 型5気筒エンジンの VR5 シリーズの技術をベースに9気筒化を行ったエンジンを2機組み合わせて W18 気筒を実現していたがあまりにも構造が複雑で量産には不向きであることが露見し 試作のままで終わっている。現在、この系統の技術で最大のシリンダー数を持つエンジンは、ブガッティ・ベイロンの W 型16気筒エンジンである。近年では、ブガッティの試作車両向けに3バンクの W 型18気筒エンジンを開発し、実際に1990年代終盤に、ブガッティ EB118 と、ブガッティ EB218、ブガッティ18、 3に搭載したが、構造が複雑すぎて信頼性に欠けることが露見し、結局市販されないまま終わっている。1967年に、スクーデリアフェラーリが F1 に投入するための W 型18、気筒エンジンの可能性を探るべく、ベースとなる 500cc の W 型3気筒エンジンを開発したことがある。計画では 3000cc の3バンク式 W18。 エンジンとなり、一万0 0 r p m で百六十馬力を発揮する予定であったが、その後この計画は廃案となり、九百七十二年には、第一のレギュレーション自体から十三気筒以上のエンジンが禁止となってしまった。なお、この試作 w 三エンジンと w 十八エンジン計画に直接関わったフランコロッキは九百七十九年にフェラーリを去った後、 その50年余りの私服を経て1990年に、イタリア人ビジネスマン、アーネスト・ビタをパトロンに迎える形で、ライフ会1チームにて再び、チーフエンジニアとして、会1に参画、1967年当時の設計とほぼ同じ構想のもとで具現化された、W 型12機等で1990年の F1 世界選手権に、 正式参戦を果たすが、前戦予備予選落ちという悲惨な結末に終わっている。ありがとうございます。